銀染色とは、組織切片の顕微鏡解析やポリアクリルアミドゲル、電気エイド、ダッチにおいて、研究対象の外観を選択的に変化させて可視化するために銀を用いる手法のことである。カミッド・ゴルジは、神経系の研究のための銀染色を行った。染色の正確な科学的機構は不明であるが、ゴルジ染色は限られた数の細胞をランダムに、 その細胞全体にわたって染色する。ケリーニとギャリアスによって、銀染色はゲル中の微量のタンパク質を検出するための好感度の手法として導入された。この技術は様々な指示体中で分離された他の生体高分子の研究へも応用されている。クマシーブリリアントブルーによる染色は通常50難のタンパク質のバンドを検出することができるが、 銀染色はその感度を50倍向上させる。染色の強度は様々な因子の影響を受け、タンパク質ごとに染色特性も異なるものの、清潔なガラス器具、高純度の主役、最高純度の水を用いることが染色を成功させるために重要である。一部の細胞はアーゲンタフィンと呼ばれ、ホルマリンによる固定後に銀溶液を金属銀へ還元する。他の細胞は アージャイラフィリックと呼ばれ、ヒドロキノンやホルマリンなどの還元剤を含む染色液にさらされた後に、銀溶液を金属銀へ還元する。硝酸銀は、リン酸イオンと共に不要性のリン酸銀を形成する。この手法は、骨茶染色として知られている。還元剤が添加された際、黒色の金属銀が形成される。この手法は、 骨の成長過程におけるリン酸カルシウム粒子の形成の研究に利用される。銀染色は研究対象の可視化に利用される。細胞内外の構成要素、つまり DNA やタンパク質、スリー型コラーゲンや細毛繊維などに対し、金属銀粒子が蓄積することで可視化される。シュードモナス、レジオネラ、レプトスピラ、ピロリ菌、トレポネーマなどの細菌、 ニューモジスキス、クリプトコッカス、カンジダなどの菌類が銀で染色される。銀染色は核型分析で利用される。硝酸銀は核固定、形成域結合タンパク質を染色し、銀が蓄積した暗色の領域が作り出される。これは、ノア内部のない電子の活性の指標となる。人の13、14、15、21、22番、染色体に、 ノアが存在し、この領域の銀染色は少なくとも50倍増強される。銀染色はゲルの染色に利用される。アガロースゲル中のタンパク質の銀染色は1973年にケリニとギャリアスによって開発された。後に SDS ページで用いられるポリアクリルアミドゲル中での染色にも応用され、また DNA や RNA の染色にも利用された。 グリコシル化された糖タンパク質や多糖は0.1%、化用素酸による摂氏4度1時間の酸化の全処理によって銀イオンの結合が向上し、染色が改善する。一般的なタンパク質の銀染色では、はじめ20%酢酸、30%エタノールの固定液中でタンパク質の変成、沈着が行われるとともに、 海面活性剤の除去が行われる。この処理によって、タンパク質の拡散は大きく低下する。水で繰り返し洗浄した後、ゲルは硝酸銀溶液中へ置かれる。銀イオンは、タンパク質の負に帯電した即差に結合する。その後、余剰の銀イオンは、水で洗浄除去される。最後のステップとして、 ホルムアルデヒドの添加によって銀イオンは金属銀へと還元される。これによってタンパク質が存在する位置が染色され、褐色から黒色を定する。染色の強度はタンパク質の一時配列に依存する。さらに容器の清潔さや試薬の純度も銀染色に影響する。銀染色したゲルでよく見られるアーティファクトは54から57。 ケイダと65から68ケイダに見られる、ケラチンのバンドで、電気営動前の資料にコンタミネーションしたものである。銀染色は、伝統的なステンドグラスにおいて、黄色、褐色、琥珀色の陰影を生み出すために利用され、写実的な紙の色を生み出すために、しばしば利用される。この技術は14世紀に発見されたが、頻繁には利用されていない。メテナミンを利用する。 金銭色の技法が存在する。ありがとうございます。